大学寮は、律令制の下で作られた、式部署直轄下の官僚育成機関である。官僚の候補生である学生に対する教育と試験、及び授業における、重要儀式である石典を行った。当名は、国古館または、国古寺。日本初期の展示天皇10年期に、学識等という役職が見られ、また、開封層の序文に、 天智天皇が学校を創設したという記述が見られるため、この時代に大学寮の由来を求める考え方が有力であるが、その後の人心の乱などの影響で整備が遅れ、大法律寮の制定により、具体的な制度が確立したと言われる。当初は儒教を教える後の妙行堂が中心であったが、728年と730年の2度の学生改革が設置され、 校舎の改革で文章制、名簿制、特行制制度が発足したを経て、757年には大学寮校改伝が設定されて学生に対する給食が行われるなど制度の充実が図られた。以後、儒教以外の漢文学を教授した文章博士の地位が向上して、後には文章博士の学科である紀伝道が上位を占めるようになった。この背景には、 大学制度の範を党の制度に求めたものの、儒教による国家統治の原則が確立していた党とは違い、仏教や古来からの神道が儒教と並立した日本の支配階層においては、儒教理念が党よりも重視されず、それ以上に教養としての漢文の知識が必要とされたことによる。こうした風潮によって、大学寮での儒教教育が一種の行政処理のための 技術とみなされて、中華流貴族の立身のための機関と考えられるようになり、指定の教育を家庭で行う上流貴族を中心にした旧来の風潮を打破するには至らなかった。そのため、平安時代初期に再度の改革が行われ、806年には10歳以上の小と5以上の官人の子孫の修学を義務付ける見事のリが出された。ただし、 上級貴族の反発に加えて、入学年齢を17歳から引き下げたこと、さらに学齢で定められた9年間よりも短い4年間の、修学を経た上での事実上の中退を認めたことから、大学寮側からの反発もあり、812年に撤回された。その後、824年に、この規定が復活したが、演技式には、この規定について触れられておらずそれ以前に廃止されたと、 考えられている。また、官学伝の拡張や大学教官への式伝設定、学生に対する学問料給料支給制定などの財政支援策も取られた。こうした、修学政策に加えて、東風文化への関心の増大などがあり、平安時代前期に相当する9世紀から10世紀初頭に、かけてが大学寮の前世紀に当たった。ところが、 藤原氏が官学院を創設したのを機に各氏が大学別荘を創設するようになると次第に大学寮の存立基盤が揺らいでいくようになる。大学別荘は一族単位で学生の学士、生活を保障してその官解進出を助ける制度であったから安定した弁学環境を得た大学別荘を持つ士族出身者とそれ以外の士族との間で格差が生み出されるようになった。 さらに、大学寮の教官の間でも、学説のみならず学生の立身をめぐって一種の学伐が形成されるようになり、その中でも記伝道では、菅原氏と大江氏、それ以外の諸氏の間で激しい争いが行われた。また、剣東市の廃止による中国文化への関心低下と律令制の主観、藤原氏石関政治の確立による中華流貴族の没落などによって、 大学寮の地位も徐々に低下していくようになる。さらに実料制の主観は、官学伝の消炎化による喪失を招き、これに対して、大学寮向けの推奨制度の整備などの措置が取られた、ものの、十分とは言えず、大学寮財政を圧迫することになる。皮肉にもこれを維持できたのは、大学寮からの給料を必要としない、大学別荘保有士族出身の学生の増大による、 大学寮支出の減少であった。914年、三好清行は、意見12課条の第4条で、大学寮の後輩ぶりを記しているが、前後の資料を見る限り学生数の減少などの、大学寮そのものの後輩を裏付ける事実は、確認されておらず、官学伝の喪失と大学別荘の交流によって、教育の公平さが失われていく現状に対する、 警告であったと考えられている一方において、人間制度にも変化が生じ、同居と呼ばれる在学中の学生が教官の推薦によって、無試験で、法眼、左官級官職に民間される制度が導入され、さらに、これが10世紀には、諸国の上への民間を対象とした同年居も開始された。さらに10世紀後期には、大学別荘に対しても、 自己の所属する学生を諸国の上への無試験人間の推挙を行う因縁教を認めるようになった。これによって大学寮に残って博士などの教官職を目指す者以外にとっては卒業は人間の必須の要件ではなくなり大学寮の試験そのものが境外化、簡略化されるきっかけとなった。10世紀後期に入ると試験問題の出典があらかじめ受験者に通告されたり 権力者による常実の横行などがしばしば行われ、ついに陰性期には、権力者による合格者の枠配分や大学寮への成功によって、任間や合格が決まるなどの例も見られるようになる。さらに、平安時代末期には、監修家を異性の導入や管理が門抜で、占められるようになったために、その機能を果たさなくなり、その風潮は大学にも及んで博士の地位を世襲させる。 ために特定の家系の科学として知識の独占を図るようになり、授業も大学寮ではなく自らの指定を用いて限られた指定や門人に対してのみ行われるようになった。また教授や学生の学士や施設の維持に用いられていた漢学伝や水庫の仕組みの崩壊によって財政的にも衰退を余儀なくされる。陰性期にも石典は継続されたものの、正期の試験は 藤原頼長が再興しようとしたものの一時的に終わった。1154年には大学寮庁舎が倒壊する事故が起きるが再建されずに代わりに妙業動員が庁舎を兼ねるようになった。やがて1177年の安元の退化の後閉鎖された。入学資格としては5位以上の貴族及び東西支部の子供及び孫に限られていたが8位以上の官人の 子供にも希望があれば入学が許されていた。また、少数であるが生を有しない、白鳥身分の指定であっても入学が許された例も存在している。卒業試験諮問を受験し、その試験結果が8割に達すれば、式部長が実施する紳士、妙暴、妙業、三、秀才のいずれかの試験を受け、上位成績になれば8位いの官位が授けられた。また、 学生の一部には、特行生として大学に残り博士を目指す者もいた。組織としては、現在の大学に類似し、大学頭がトップで、博士が教鞭を取っていた。また、大学院生に相当する学生もいた。学科は、教、三および、付属教科の書、恩の四教科だったが、後に、記伝、文章、病行、見覚、賛同の学科構成となり、 さらに、記伝と文章が統合された学科は、記伝と称した。また、学科の故障に、道という方式を用いたのは、上岸式制定前後であると考えられている。なお、音博士の音道と諸博士の書道は、妙行道の学習を補助するための学科であり、平安時代中期には、妙行道に、実質的に統合されたと考えられている。 他に教育機関としては、議官養成機関である、音妙寮、転訳寮、雅学寮などが存在した。大学寮の学生は、基本的に寮内の寄宿舎で暮らし、そこで授業を受けた。これを自家僧という。文章生は、文章院、妙行生は、妙行動員、三生は三、動員、妙房生は、妙房動員で暮らしていた。また、平安時代には、 有力貴族が一族のための寄宿施設を設置した。これを大学別荘という。病業道産道温道書道妙暴道記伝道、大学自家総大学別荘、戸川店陰石期の大学寮と学問状況、書集、戸川、平安時代の政治秩序2018年、P33 から55、古瀬夏子、官人出身法から見た。 日東完了制の特質 ISBN 978から4から497202055ありがとうございます。